はい、秋山学長のみんなの大学の時間です。本日1352回目は資源の先生の岩間雅彦先生をお呼びいたしております。岩間先生よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。さて、先日ね、はい、商談試験の方もまた、落ちたとかね、この前のとは、いや、あの、また上がって、9月で、先日はもう今、なんだ、今6段やったっけ、6段までなったということでね、もう本当このラジオの方でも歌っていただいておりますが、さあ今日は試技についてお話を少しだけまずして、はい、歌っていただきましょうね。はい、試技の魅力でも何でもいいですから、試技はですね、何でも、はい、お話しながら、やっぱり発声っていうのが一番ではないかと思うんですけども、なかなか普段の生活であんな大きな声出すともう迷惑ですけども、詩吟っていうことでやることで許される面があると思うんですよね。私生活であんだけおめくったら、あの、おくんちの時ぐらいしか、持ってこいぐらいしか、でも持ってこいのおめきっていうのはもうほとんど、まあ、あの、まあ、そう、喉から肺ぐらいまでの間での持ってこいですけど、詩吟の場合はへそからの下のあたりの丹田、丹田呼吸を、民謡なんかもそうですよね、大体方角は丹田呼吸ですね、最小限の、息で最大の声を出すっていうことがの訓練できるんです。で、まあ、それによってですね、体の、いろんなところが明動するわけですよね。いろんな肺だとか、あと顔で言ったら鼻の鼻孔のとことか、あと脳みそとかですね、あの、微妙にこの声によって揺れることによってですね、多分がん細胞とかその辺を、あの、攻撃するような力が持てるんじゃないかなと個人的には思いつつありますね。だから、あの、詩吟やってる方ですね、民謡やってる方っていうのは、あと、まあ、落語とかもですね、あの、高齢者がすごく多いですよね。逆に、だからそれだけ健康にいいんだ、いいと思うんですよね。まあ、何しろもう80、90でももう詩吟なり民謡なりやってる人がいっぱいいらっしゃるっていうことは、やっぱりそれだけなんか、あの、体にいいっていうことですね。丹田呼吸っていうのはですね、だからもう皆さんのぜひ、あの、おすすめしますんで、まあ、詩吟じゃなくてもですね、民謡だとかですね、うん、あと尺八も多分その丹田呼吸をしないと息が続かないでしょうから、ね、ええ、あれでこれをね、だから直したんですよ、言ったでしょ、ねえ、ですね、だいぶ直りました。ここの中もね、だいぶ、あの、ボンド、違う、ボンドと竹を削って、すり鉢で、粉末にして、粉末にしてですか、はい、ね、その竹もね、妄想竹、なかなか、ね、からもう何年も寝かしてる竹があるんですよ。 あの竹の、うん、表に字を書こうかと思って、で、したんですけど、してないのよね、もういい加減枯れてるから、もうそろそろしていいんだけど、なんかこう、ほら、書いて、で、それに墨を流したら、いいじゃないですか、風流でしょ、で、作りたいという発想はあったんですけど、もう何年も寝かしとる、もうね、枯れたら黒い点々が、黒ごまが出るのね、あれにね。さあ、それでは今日はお題は何でしょう。今日は前もやりましたけども、はい、あの、今 NHK の大河ドラマでやってる、はい、セゴドンですね、はい、それでありまして、あの、西郷さんの再起を、はい、銀歌った、はい、ね、と白山というやつを、ね、白山、ちょっとこれを一銀、はい、やります、はい、じゃあお願いしましょう。城山西道仙、孤軍奮闘、
箱身を破って帰る。一百の利点累壁の勘、我が剣はすでに折れ、我が馬は倒る。骨をうずむ故郷の山。ありがとうございます。途中でまたなんか技術を入れたね。お矢野さん、途中でこうなんか入れたの技術を。あ、そうですね。ね、まあ年数があるね。それをなんかまた初めての。あ、そうですか。はい。うん、いや去年まではこれよりも地音半ぐらい高かったんですけども、うんうんうん、今年は自分の声キーに合わせてやろうっていくにちょっと変えましたんで。うん、で銀に余裕、うん、銀っていうか息に余裕ができるっていうんですかね、うん、なんでその辺でいろいろテクニックも入れられるようになったのか、うん、はあ、いや高い音が出てたでしょ、ええ、あれを自分の領域をちょっと下げて、下げて、ね、あ、そういうふうに今年はそれでコンクールも受けようかなと思ってですね。ああ、これ今年は飛躍の年ですね。いやでも銀はもう高い人ばっかりなんですね。だからその中で低音の銀が どう評価されるかっていうのがなんか、うん、やっぱり高音だと晴れるんで、うん、どうしても、ね、やっぱパーンと出るんですか。出るもうすごいですね。すごいと、もうだからそのなんですかね、もう小林明ぐらいのレベルの、うん、カーンっていう人出るんですばっかりなんですよ。はあ、その中でこのフランク長いがどう戦うかっていうところですね。先日、はい、先日ね、はい、オペラを歌う人がね、テレビに出てたんですね、はあ、すごい高い音を出るんですね。まあここに来るあの松村先生も高いけども、スタジオで聞くのはもう松村先生が聞かないのでね、松村先生も高いですよ。小川澄さんとおいでになる、あの松村先生の女性の方ですか、はいはい、ソプラノ。そうです。あ、そうですか、ね、でもまあ地声じゃないからですね、うん、ソプラノ、ね、まあまあ、裏声っていうか中間の声ですかね、その辺チェストボイスで歌われてるんじゃないですか ね。じゃあここでお知らせを挟んでまた、はいはい、あとお知らせのあと1曲やりますか。ありますか。海鮮市場長崎港は新鮮な魚介類、はいはい、いろんな種類の丼が有名です。当店で人気の1番は海鮮丼、2番はマグロ丼、3番はサーモン丼、その音は何、4番はうなぎ丼。また新鮮なお刺身盛り合わせも大好評。詳しくは海鮮市場長崎港出島ワーフ店は電話0958111677、海鮮市場長崎港新地店は電話0958959179までどうぞ。海鮮市场长崎港是一家使用当地新鲜海鱼作为主要食材的海鲜盖饭专门店。当店最受欢迎的菜品排行第一位的是海鲜盖饭，第二位是金枪鱼盖饭，第三位是鲑鱼盖饭，第四位是鳗鱼盖饭。另外该店还有新鲜的生鱼片拼盘，也深受大家喜爱。详细请致电
海鲜市场长崎港出岛支店，电话号码为0958111677。海鲜市场长崎港新地支店，电话号码为0958959179。長崎港からジェットフォイルで85分、そんな五島列島の海は遠浅でどこまでも透き通った青い海と白い砂とのコントラストはとても魅力的です。そしてグルメ、島ならではの新鮮な魚介類に五島牛、五島豚、五島うどんなどバラエティに富んでいます。そして何といっても世界遺産候補の教会群です。長崎の情緒深い歴史を肌で感じることができます。旅の思い出作りを私たち九州商船は全力でお手伝いいたします。五島のことなら九州商船2階情報サロンプラット五島へお気軽にお尋ねください。お問い合わせは電話 095-823-0423 までどうぞ。はい、秋山学長のみんなの大学の時間ですね。本日は詩吟の岩間正彦先生をお迎えしております。よろしくお願いします。城山を吟じてもらいましたけど、ね、さて今度はどんな歌をですね、はい、やっぱり新年ということで、はい、祝吟でよく歌われます富士山、石川定山さん、はい、富士山、石川定山。尖閣来たり遊ぶ、雲外の頂き、炭お湯、道中の口、雪は元祖のごとく、煙は絵のごとし、白線坂島にかかる、東海の天。ありがとうございました。さて本日のみんなの大学は詩吟の岩間正彦先生をお迎えして、城山、富士山、この2曲をですね演じてもらいました。さて今年もまたいろいろ商談試験に向けてありますし、はい、ありますね、またライブ会場では弾き語りでね、はい、ご自身の作られた歌も歌ってほしいと思っております、はい、寒くなりますけど、はい、風邪ひかないようにまたよろしくお願いします。今日はこの辺でお別れです。ありがとうございました。皆さんありがとうございましたね。失礼します。